勢でございます。これユーヒーのゼブラ、ドイツ製のソフト申請ですけどね、まあいい音しますね。これめっちゃいいですねこれ。いくつかの音色をちょっと紹介してみましょうか。いろんな音が出ます。プリセットがすっごいよくできてるんですけど、これね、モジュールがいっぱいあるでしょ。このモジュールを自在に組み合わせて音を作っていくっていうね、有名な映画のスクリーンミュージックの、ハンスジマーさんいらっしゃいますよね。ハンスジマーさんが御用達っていうことでね、ガンガン使ってるということで、非常にいい音が満載です。この音もすごい。でね、さっきもやったんだけど、このパフォームのところでこの XY パッド、こう今アサインしてないけど、ここでもねアサインしているのでいいですね。いい音だわ。今このコントローラーにこの、フィルターのモジュールのカットオフとレゾナンスをねアサインしてるんですけど、もうね聞きが最高にいいですね。バッチリですね。さっきやりましたけど、これもこのここのところでね、シーケンス的なフレーズも特徴。もう即戦力って感じだね。アフタータッチでこう、いい音だね。なんか声のやつね。これレガートで弾くとポルタメントが、スタッカートで弾くと引っかからないって。こう双方も研究できますね。
高周波にこう非常に特徴的で、あのこれオケに入れても抜けがいいだろうね。チックな。エフェクトっぽくこうなるね。これ押さえてるだけでこうシーケンスをこうで、弾くタイミングを変えることで、こう、複合的にね、複雑になってくる。早くなる。いい音です。微妙なアフタータッチでこう位相の変わる感じがこのレトロなストリングスマシーンのね。アフタータッチでやっております。これもこういうね、リアルタイムで変えていけるのがもう最高に楽しいね。
ゲリック、バンゲリス系のね、CS80 系のシンセって感じですね。出てるね、素晴らしい。でね、これ今ユニットの音を作ったんだけど、非常にシンプルな音ですね。どうやって作るかというと、今オシレーター1、ここがここに対応してるの分かりますかね。ここに例えばオシレーターの2入れると、ここにこう来るわけ。2つ来てます。例えば片方でリチューンさせると、分かりますね。例えばここにフィルターを持ってくる。といった感じで、ここを、まあ、4系統いけるんだけどね。こんな感じでこうミックスとかね、こうモジュールをどんどん足していくという感じ、よくできてます、ね。という具合にして、ここでいろいろ作ってモジュールをどんどん増やしていってみたいなね。ことで音作りをしていくというね、方式のものです。で、ね、さっきハンスジマー御用達っていうことを言いましたけど、このね、なんとこのゼブラ、このハンスジマー版っていうのもね、実はいるんですよ。ここにハンスジマーがもう気に入って使ってて、もうハンスジマーがもう独自の、ゼブラを使ってこう HZ 版ハンスジマー版のやつをね、作ってしまった。まあ、このゼブラのエンジンを使ってということですけど、ここにもいろんなもの、ハンスジマーが実際にサウンドトラックで作った音色軍団、これらがね、いるわけですよ。ちょっと聞いてみましょうか。中の仕掛けがないこのモジュレーションとかピッチベンで絶対入ってますから。あ、ちなみにこのプリセットブラウザーっていうところでプリセットをね、ブラウズすることができます。いくつかね、面白い音色をもう選んだんで。あ、ちなみにさっきのパフォーマンス、これね、ここでもできますね、これ。これ
素晴らしいです。実際になんか映画で聞いたことあるようなめちゃくちゃいい音ですね。これ実際バットマンとかで使った、彼が使ったね、サウンドトラックで使った音だかもしれないですね。いい音です。これもバットケイブシンキングダウン。なんかこれなんか SF のシーンかなんかでさ、このなんか氷の惑星みたいなところにいる感じ。すっげーですね。ハンスジマーって CS80 使いなんでね。これなんかね、この OS だと iPad で、ね、サブモニターできるんだけど、そういう時にサブモニター iPad でやると非常にいいかもしれないね、これね。めちゃくちゃすごいですよ。
通常版のね、このゼブラと比べても似たように分かるでしょ。モジュールがこうあって真ん中に2個あってみたいなね。ちなみにね、通常版もここでねスキンが変えられるんだよね。こうやってね、こんな感じでね変えられるんですよ。これはねよくできてますね、とても良いと思いますね。このユーヒーのゼブラ2、これはねぜひもう活用してもらってですね、まあいろんなジャンルの音楽に使えると思うんで、まあ、刺激的な音色がいっぱい入ってますんで、ぜひ皆さんも使いましょう。私もねちょっと次のアルバムで使わせていただこうかなと思っておりますね。ユーヒーのゼブラでした。